こんばんは、若むつむねのチャンネルでございます。今月の5日の金曜日から、湘南 FM ナパサ、78.3MHz ですかね。それでナパサということですけど、金曜日の、夕方っていうのか夜かな、7時から7時半までの30分間、生放送で石原まさし、湘南まさしアワーっていう新番組がスタートいたしました。7月5日はね、ちょうど、平塚の七夕の初日、5、6、7と3日間七夕だったんですけれども、まあ七夕の初日ということで非常に、街中がにぎわった中から放送いたしました。まあ放送局がね、駅前の、ビルの中にありますので、まあおかげさんでですね、今日2回目7時から7時半まで、放送いたしました。1回目のね、放送ですけど、なんていうのかな、このまさしのね、この得意な、まさしスクールっていうのか、まさし教室コーナーっていうのか、そこがね非常にこの番組の、特徴的な部分でございます。一番初め先週5日の日は、北島三郎さん、それから今日はね、美空ひばりさん、なかなかね、まあテンポも良くていい番組ですね。放送作家の鶴間さんとね、まあ一緒に、やってるんですけど、基本的にはまさしが、全部、主人公っていうんですかね、それで鶴間さんが絶妙にそれをサポートしながら進めております。まあ、1回目のですね、その放送の、まあ、反応ですけど、まあ結構聞いた方がですね、なんか石原まさしって初めて聞くんだけど、なんかいいね、お話も上手だしね、なかなかテンポもいいし歌もうまいし、なかなか石原まさしってどういう歌手なんですかねっていうね、まあ、初めて聞く方から何人かの方から、非常に関心のあるお言葉をいただきましたという、メッセージをですね、今日、お聞きいたしました。まあとにかく毎週、金曜日の7時からやりますので、でこれはね、まあ何て言うんですかね、エリアの、ね、平塚とか、大磯とか茅ヶ崎とか、藤沢とか、ね、いわゆるその、まあ、湘南ですね、湘南一帯のエリアの、FM 局なんですけど、今頃これ全国でね、iPhone で聞けますので、iPhone でね、湘南 FM 湘南ナパサ783というふうに、なんていうの、入れれば、すぐページが出てきて、おのずとそこをタッチするとすぐ聞けるという、これはもう日本全国、それから世界どこでも聞きますのでね、だからすごいね今頃は。ぜひですね、毎週金曜日の、夕方7時から、7時半、まさしの湘南 FM 湘南ナパサの番組をぜひお聞きいただいて、でご意見などね、いろいろと聞かせていただけたら嬉しく思います。これからもよろしくご支援のほどお願い申し上げます。ありがとうございます。